さあ、クライマックスシリーズン第2戦ね、終わりましたけど、今日ね、神宮で江本さんとダブル解説してましたけどもね、なんとオリックス、ヤクルトともに2連勝でリーチっていうね、展開になりましたけども、まずね、パリーグから振り返っていきましょう。オリックスとストーパー、ストートバンク。 4対3で、オリックスの逆転勝ちっていうね、えー、展開になりましたけども、まあ、オリックス先発宮城ね、5回88球、5アンダ7三振、1球2失点と、まあ、2失点はしましたけどね、5回2失点、非常にね、試合を作ったんじゃないのかなと。ソードバンクはね、先発バンド2回3分の150球、8アンダ1三振、1セットボール2失点と、若干、ちょっと請球がね、甘く入ったかなっていうね、印象がありますけども、まあね、ソードバンクは初回ね、先頭ミオリがライトへのツーベース、 で、シュートがね、ファーストゴールで進塁打打って、柳田フォアボールでデスパイルのね、ダブルプレイ崩れてね。まあデスパイルはね、ここね、よく走ったかなと。で、まあ1点先制して、でもね、その裏、1回の裏ね、えー、福田がね、ラ、え、イ、ー、アンダー。で、胸、中がアウトになるけども、吉田デッドボールで西野の振り逃げ。 これは貝が止めなきゃ。ちょっと軽かったね。このブロッキングね。この振り抜けでね、その後杉本のね、えー、ショートへの内安打。これも、今宮なら処理したかったよね。ちょっとね、弾いて内安打になって、で、1点入って。だからこのね、まあ、エラーじゃないけど、この振り逃げとね、貝のブロッキング、そして今宮の守備。まあ、今宮の、今宮ならっていうところのね、 俺は厳しく言いたいけども、この二つのミスでね、えー、同点に許すっていうところでも流れ悪かったね。で、ここでね、ちょっと今では、これね、映像見たけどあんま映ってなくてね、ちょっとよくわかんないんだけども、 何かの隙をついて吉田がね、ホーム狙って、本類アウトになったけどもね。昨日の試合もそうだったけども、オリックスはね、こういったところ積極的な走塁。しかもこれ初回だからね、これ7回、8回で1点差ってなった時だったら、ちょっとと思うけどもね、序盤のこの走塁はね、吉田も積極的に狙っていくっていうところではね、非常にいい走塁だったからと。で、3回表ね、ソードバンク、ワンアウトからシュートがね、ライトマイヒットで、柳田がね、インコース、引っ張り込んでね、ライトへのツーベースで、まあフェンスまで行ってね、シュート、足が速い。一気にホームイン。そんなね、 オリックスの処理もね、何かが特別遅かったわけでもないけどね、そこをしっかりね、ホームまで快速飛ばしてね、1点勝ち越し、でも、取られたら取り返すぜっていうね、えー、3回裏、ね、中川ライト前、で、吉田がレフト前でね、ノーアウト、1、3塁からね、西野の犠牲くらいっていうところでね、同点に追いついて、まあ、その後ね、大関に代わって、t オがダーダチをね、しっかりアウトによって、ここはね、早めの系統っていうところでね、まあ前日ね、フォアボールで押し出し押し出しってなってるところね、ここは大関しっかり踏ん張ったからと。ね、 で、5回裏、オリックスは吉田のね、ヒットで、で、日清送りバンド決めて、杉本が、なんと、インコースじゃカバーになってる。で、ツーランホームラン、ラオー、テンポーツ、みたいな。杉本、グッパって、昨日もね、押つけ、おっつけ、フォアボール、押し出しっていうところがね、生きて、非常にいいタイミングのね、取り方できてるんじゃないのかと。ま、あここでね、ま、あ4対2になるけども、この序盤の攻めの中でね、非常に両チームね、えー、素晴らしい、えー、プレーがあったけども、2回の表ね、2アウト2塁から、回のね、センターオーバー、ね、 センター、福田ね、前進守備を引いたところ、ね、後輩しながら、しっかりね、取ったっていうね、福田のね、センターのね、ナイスプレイもあったし、あとね、ソフトバンクもね、ワンアウト満塁で2回裏ね、胸のセンターフライをね、センター、き原、やっぱ内野もやってるから、取ってからコンパクトで早かったね。しかも、走塁も完璧で、サードのね、ランナー、あの、足をね、足が遅いわけでもないのに、余裕のアウトっていうね、このセンター、き原の、ね、取ってから速く、そして早球っていうのは非常に素晴らしかったから。 ね、で、まあ、9回にね、シュートのタイムリーで1点取られるけども、今日は守護神ね、阿部がしっかり抑えて、オリックスを逃げ切りっていうところだけど、ソフトバンクはね、ちょっとチャンス作る中ね、1本出なかったっていうところがきつかったね。えー、5回もね、先頭回が出て、ね、えー、2アウト2塁になって、柳田がね、三振、あの外のスライダーよかったね、宮城ね。で、6回もね、ピッチャー宇田川に代わって、先頭ね、デスパイの内野だこれね、ショート、足達。 深く守んのはいいんだけど、深く守って、普通のショートころをファーストにアウトできないんだったら、それもう、深く守りすぎよ。やっぱ、ショートころをアウトにできる守備位置で守らなきゃいけないから、あれはちょっとね、守備位置にミスだね。で、ランナー出して、今宮フォアボールでノーアウト一塁になるけどもね、宇田がね、そこから巻原レフトフライ。で、え、代打中村、レフトフライ。そして代打グラシアル三振とね、こう、しっかり抑えてね、非常に。グッドリリーフ。8回も。 ツーアウトからね、えー、今宮フォアボールで、牧原センター前打って、ツーアウト一塁から中村が三振。で、えー、9回もね、ツーアウト三塁からシュート一本打つけども、で、柳田フォアボール、ツーアウト一塁からデスパレーね、最後三振で阿部勝ちポーズっていうね、この5回以降、チャンスね、結構多い中、最後一本出なかったっていうね、えー、ソフトバンク。まあ、勝ちきれなかったね。逆にね、オリックスは先発ね、宮城が5回投げて、リリーフでね、宇田川、山崎そう 山崎総一をストレート159キロ、非常に素晴らしかったね。力強かったし。ほんで、ワゲスパックね、阿部と、リリーフね、ランナー出すけども、最後ね、一歩許さず、なんとか踏ん張ったっていうところは大きいしね。あのー、もうこれでね、マジック1っていうねえ。ところから、こっからソフトバンクがね、まあ、シーズン中ね、マジック1からね、最後勝ち切れないで、逆転負けしたけども、ね、オリックスがマジック1出て日本シリーズでのね、ソフトバンクが重い、 逆転できるかどうか、明日戦果を立ってね、どんな試合になるんだろうかっていうね、勝負どころだったけども、オリックスはね、ここまでいい感じのね、打つべき人が打って、投げては守るっていうね、いい流れの展開になってくるから、まあ明日もね、どうなるのか。まあオリックスはね、ソードバンクはね、いい守備もあったけど、ちょっとそれミスっていうところのね、1点も非常に大きかったかなと思います。結果ね、4対3でオリックスの勝利です。で、続いてはね、セリーグ、ヤクルトで阪神、こちら神宮球場でね、雨降りながら、結果ね、 えー、30分、40分ぐらいの中断もありながら、4時間半のゲームをね、えー、解説しましたけども、阪神はね、初回、中野がね、ボール、えー、先行して、3ボール、マンストライクから、もう甘みに入ってきたところに、ね、サイスリードから打って、えー、3ベースと。で、その後ね、近本がライドへのタイムリーでね、えー、しっかり先制して、いい形のね、流れを作って、で、大山のね、ライドポテンヒット。 ライト、サンタナとセカンド、山田のちょうど間ぐらいに落ちるね、ヒットで、これはまあ仕方ないけどね。で、ワンアウト1塁作って、今日はね、里手を引っ込めてマルテ出すけれども、マルテ坂口がね、ここでもう一点追加で撮っ,ってればね、ちょっとどういう状況か。 だからサイスニードもね序盤やっぱちょっと高い請求まとまらないなと思ったけどねどんどん中盤以降ねしっかり請求がまとまってきて雨降ってね中盤もあったけどいい形の投球がねできたんじゃないでしょうかサイスニードはね5回3分の297球7アンダー3三振2 97, 97, 97, 33, 9, 1, っ1失点とね非常にいい形のピッチングだったと思いますヤクルトはねそこまでノーヒットだったところ3回裏ね塩見がレフト前ヒット山関ね送りバントちょっとセーフティーギリードラップしてねハーフフライになったから塩見もねスタート切れないであとはファースト 田渕がねナイスプレーしてねセカンドをアウトにして山田、アウトと、ね、ツーアウト一塁になって村上の時にねまあこれね、ね打った村上すごいよアウトロー非常にいいところをねレフトに打った瞬間ホームランというところだったけどもツーエンドツーからのね外のカットスライダーあれがボールになってあそこホフォークで、ね、前エモさんと解説 あそこフォークでも良かったんちゃうかっていうね。若干にやついてね、色気出しちゃったから、あとは違う配球でね、村上を惑わそうかなってしたかもわかんないけどね。で、最後のストレートもね、めちゃくちゃいいとこ投けだけどね。さすが村上っていうね、ホームラン。だからまあ、3回61球、2安打434、392失点と。まあ次ね、打順回ってくるっていうところで交代だったけど、そんな悪いようには見えなかったけどね、えー、ピッチング的にはね。まあ村上の一発でやられたと。 で4回裏ね、西純也が出てきて、えー、ワンアウトからね、えー、長岡に2ボールからね、ストレートほぼ甘めに投げてね、長岡もホームランね、コメント言ったけども、もうストレート1本狙って打ちに行きましたっていうね、もう早めにタイミング取って、左足に溜めて、一の三で、まあ仕留めるところもね、すごいけど、まあ西純也もね、 ここね、2ボールになって若干舐めたんちゃうかっていうね、ちょっと簡単にストライクね、取りに行きすぎたかなと。今日の試合展開でいうと、ころ長岡のね、まあ、村上のホームラン逆転っていうところはすごいけど、この長岡のすぐの1点っていうのはね、非常に良かった。で、5回裏もね、山田が2ベース、サード。早いだけよね、まるで処理できなくて。さあ、村上アウトになるけども、オースナがね、え 西に打ったのと、もう一回みたいな。リプレイみたいなね。インコースストレートをね。コンパクトに振ってレフトでね。ツーラン、ホームラン。だから、ヤクルトはね、村上のツーラン、長岡のソロで、オスナのツーランと、ホームラン構成でね。その後、6、7、8と、ノーヒット。で、1、2もノーヒットだから、この3、4、5しかヒットってないの、ね、よ。あと、フォアボールね。 10cc 級、阪神はね、だらここら辺もでも、あともう一本出てればっていうね、もうちょっとヤクルトも楽な展開だったけども、阪神もね、ヒットでランナー出すんだけども、もう一本出ない。二回もね、ツーアウト。一、塁からね、長岡がファンブルして満塁になるけども、近本がね、その後、三、え、振、ー。四回にも、先頭イドラがね、ライト前ヒットで出て梅野が送りバンドで怒るけども、ここでね、藤波諦めて、ロハスね、初球のインコースボール気ビのカットボール。ピッチャーゴロン詰まって。で、中野もアウト。 で、5回も、ツーアウトからフォアボール出すけども、マルテがつながず。で、6回もね、ツアウトから、梅野がツーベース打つけども、西重也のところで代打ね、佐藤出てきて、ね、フォアボールになって、ツアウト一塁でね、中野もフォアボールになって、満塁になって、こうピッチャーね、左久保。俺はね、ここヨーカーかなと思ったら、北条出てきて、ね、初級センターフライっていうね、ここでも一本出ず。7回はね、ピッチャー石山に代わって、 で、7回はね、久保から石山に変わって、近本がレフト前ヒット。で、大山がね、ピッチャー強襲の、えー、内安打。で、ノーアウト1、塁からね、ここで、えー、ワイルドピッチ。1、3塁になって、ね、レフトへの犠牲フライ。で、ワンアウト1塁から、ここ、代打、ヨーカー出てきてね、アウト。糸原、アウトで1点取れる。だから、チャンス作るんだけども、1本出ないということと、犠牲フライで1点しか取れないというところがきつかったね。ここでタイプに出てればというところと、俺は代打、宝条のところでヨーカーもよかったんちゃうかっていうね。 8回もね、ピッチャー清水に代わって、先頭ね、梅野がレフト前ヒットに出るけども、佐藤が見逃し三振、中野アウト、北条アウト、ね、繋がれず。で、9回もね、ピッチャーマンカフに代わって、先頭近本フォアボール。で、大山はね、ライトへのツーベース、打って、ノーアウトに3塁になるけども、マルテの犠牲フライ。で、ロドリゲス三振、糸原がね、センターフライと、ここでも犠牲フライの1点なのよ。だから、この一番の違いは、ヒットもね、阪神11アンダー打ってんだけども、 タイムリーっていうところで繋げない。点取っても、犠牲フライっていうところで1点しか入んないっていうところがね、まあちょっと範囲かなと。逆にヤクルトはね、そんなヒット出てないけど、村上、長岡、そして奥さんをね、3発で5点取ってね。 あとは、まあね、ヤクルトも粘り強くね、投手事例して、しっかり勝ち切るっていうところでは、まあ、阪神打ちながら負けるってちょっとストレスたまるね。あと、ピッチャーもね、十指四球はちょっと多いね。だから、ヤクルトも残留多かったけどね、もうちょっとポンって一本出れば、ちょっと楽な展開だったかなと思いますけども、まあ、雨降りながらね、寒い中、4時間半のゲームっていうのはね、両チームの後、あと、 え、神宮球場で観戦したファンの皆さんね、お疲れ様でしたっていうね。ところだけど、もう両チームもうね、リーチだからね。だから、ヤクルトはね、明日高橋刑事、そして青柳、青柳がね、もう出てきてここ抑えるしかない。で、青柳もね、最後あ、高橋刑事もね、最後コロナになったけど、8勝2敗とね、貯金6作ってるっていうところでね、どういうピッチングになるのか。で、パリーグはね、オリックスが立ちますソフトバンクはね、線が持っていて、これは負けられないね。 ここからね、阪神ソフトバンクの大逆転劇があるのか、すんなりヤクルトオリックスが日本シリーズ行きを決めて、去年のリベンジをオリックスが果たすのか、もしくはね、ヤクルト高津監督、野村監督ですら、日本一をね、2年連続したことないのに、高橋さんが野村監督を声をするのかっていうところはね、非常に面白い展開。明日はね、日韓スポーツで評論で試合また見ますけどもね、どういう展開になってくるのか。今日の範囲はソフトバンクはやっぱああいうね、 ミスっていうところがね、痛かったし、阪神はね、やっぱ、チャンスで一本でない。犠牲フライだけ、超高出ないっていうところがね、やっぱヤクルトと違ってちょっと負けになっちゃったからっていうところが、佐々木の、えー、試合を見た上での評論でございます。ということで、皆さん、今日で決まるのかどうか、張り切って応援していきましょう。さあ、大一番です。